ところで、あ、これがシャザックス。どうも、たまじ、もう前の人106やったもんだって。俺も、もうやっても、お疲れっしゃ。なかなか選べる状況じゃないんですけど、頑張ります。何空いてるかな。オクト2、無双2とかは無理かな。うわ、もうパンパン、パンパンだな。レイブどこにあるんだろう。あった、レイブ取れますね。こういう時は好きな機種打つしかないっすよ。レイブ行きましょう。はい、というわけで、もう今入場終わりまして、レイブ確保して、もうレイブからスタートということで、早速打っていきたいんで、もう行きたいなというふうに思います。行ってきます。あかんか。とりあえず今月のミッションが、まあまあ前回茶まで、勝利して、で勝てば勝つほど歓迎みたいな感じなんで、まあ本当大したことないグッズなんですけど、なんでいっぱいね、渡せるように、とりあえず勝利で終わる、マイナスにならないっていうのがやっぱ大事かなというふうに思うんで、超シビアな立ち回りをして、頑張ろうかなというふうに思います。まあ立ち回りとか言うてるんですけど、朝から抽選パン引いたら700何万台で、もう速攻パチンコ系に変えたんで、まあでもね、パチンコでも立ち回り引き、いろいろもろもろ駆使して勝利を目指すんで、そんな感じで頑張っていきたいなというふうに思います。で行きましょう。本日、いつも来させてもらってます、レイトギャップ平和島店さんで、計画じゃーい、成り上がり。あ、というわけでレイブ、この世界こそが真実だ、大好きなやつですね。行きましょう。で、ラッキーパッドで行きます。怖いですけど、で最近気づいたんですけど、ユキチの頭を逆にして入れると割と初当たりが早いんで、これみんな試してみて。さあ、かなり久しぶりですね、レイブ。最近またちょっとレイブ熱が来まして、っていうかもうやっぱもうスペックが良すぎるんで、お金ないがね、打てない。いや、そんなことはないんだけど、まあスペック重視で見たときにやっぱり優先順位はすごい高い。128番目かつ、それの前にパチンコの抽選を受けた人たちがまあ、4、50人いらっしゃるという状況で、合計160番目70番目ぐらいに入場したのに、なんで空いてんのって話。うん、でこのラッキーパターンなんですけど、残り数回っていうか連打してるとキンキンってなるんですけど、それがならないで当たった場合っていうのは ST 突入しないの確定なんですよ。確定濃厚濃厚って言った方がいいですね。でも逆にキンキンっつっておめでとうなると、どんなに弱い S でも当たり確定プラス ST 確定なんで強いんですよね。だから今これ春出てるんですけど、もうちょっと寒いっすね。だから、まあ、結構暑そうな S だったらギリギリまでパッと押さないようにします。で99回出ると確定する。でレイブホールで、あー33回ですね。これ弱い、めちゃめちゃ弱い。これ画面割れるか黒く、あーそうですね、こっちですね。これ逆にもう一個保留に使って緑とかになるとめっちゃ弱い。でここ疑似連で一個使うんですよね。あと2個残り、まあ要はチャンスアップしていくんですけど、あこれもうめいつも最弱パターンです。なんでもう保留満タンに貯めておきます。ここでギリギリまだ青のまま発展したりするとたまに当たったりしますね。保留に2個使ったらちょっと寒い。まあ、この S は割愛でございます。まあ豆知識ですけど、春エリーと、あとはチャンスとかバトルとか熱とか熱々とかあるんですけど、以外が出て、例えばルビーとか今のグリフォン加藤とかが出て
後半発展というかバトルまで行った時点で確定です、当たりはっていう矛盾とかも一応は搭載されてます。まあ動画向きじゃないか、ラッキーバトルは。でもキュンキュン来たら嬉しいからな。じゃあ SD まで確定するんですよ、それが嬉しい。この星のかけら保留はね、結構何にでも変わってくれるんで僕は結構好きっすね。ここに剣刺さる煽り入ったら確定ですからね。ちょ待って、来た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 、これはある。ただのレイブ保留じゃなくて周りにこの魔法陣があるんで、サイクスプロージョン18回、これは疑似連から多分7ってなると思うんで1回押しますね。これはネクストですね、7じゃなかったです、ネクストでした。これはね本当にチャンス、割と本当にチャンス。さあメルボス、いいよ。天候マのベースレベルが6ね、で20回、これも多分ネクストか7ってなるはずなんで押します。あ、雨だ、やばい、使うよな多分ここで。ギジレン、テン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 、あーマジか、あーよかった、びっくりした。サグリファー、サグリファー、おお来たー、ある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 、ガチ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 である。あー30回か、あーバイブバイブ、いいね。さあボステンパー、1点敗、連打が27回、あボステンパーになりましたね。これはあジークですね、素晴らしい。あ軍も出ましたね、で金のこれチャンス。あ今のは吸引音でないんで、あーつやつや、これジークいくんだな、これジークいくかもな。あやっぱ10来ましたね。というわけで27回連打します、いきます。キュインキュインになったら SD 確定です、いきます、頼む、キュイン、やばい、よじゃー、これですよ、この楽しみ方。早いカメラマンおらんけど、これです、これで SD まで確定です。このリーチ俺めっちゃ好きなんですよね、このまま倒して当たりですね。30回で、30回で、OK、ユキチを頭逆にして入れると、あ当たんだこれ、あ当たんだって、いやーよかった、しかも何が嬉しい、これ ST 確定なのがめっちゃ嬉しい、ぶっちゃけキンキンにならなくても、まあいいかなっていうふうには思ったんですけど、早いんで、投資25ですね。これは V です。いかなかったらしてもジークの復活。オッケー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 。早いな。早い。マックスタイプのガロって皆さん分かりますかね。399の 77% ループの初回から16取れるマシンなんですけど。で、右打ちずっと16ラウンドで2000発っていうのが、ガロ。まあ、魔界の穴とかそんな感じだったかな。なんですけど、この台初回こそ 6ラウンドのものの 75% ループで2000発のループです。 ST 機でロング ST めちゃめちゃスペックいいんで、もう出しますよ。とりあえず2万発取りに行きます。でここから今100、合計170回ってあるんですけど、50回転ごとにパートが分かれてまして、ここは高速上からパートですね。100回転まではいきなり剣落下したりとかすると当たりですね。で今から始まってる残り50回転までのパートがボスキャラですね。もうライバルたちとの戦い、こんな早く当たるとは思ってなかった。対決は行きましたね、ハードラン。この最中はテンコバのメイツのレベルマックス10なんですけど、どこまで行くかですね。せめてグラビティ5ぐらいまで行けばっていう感じで、今4で、ルーンセーブでしょ。グレートあーで、今メルフォース連打で、とりあえずグラビティコアまで。おー、サグリファいった、サグリファ、サグリファ、これはね、いってほしい、マジでスタイルめっちゃでかいっす。よしよし、オッケー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 、サグリファまでいったら確か 80% ぐらいあった気がするんだよな。で、今キューズから当たったんですけど、右打ち中100% でフルラウンドの 16% なんで7に変わります。で2000発ゲットする、ありがとうございます。あれっす、簡単、パチンコ簡単だよ、これもう俺これ打って
ってるよ、生活できんじゃねえのかな。このライブ感やばいでしょ。いやー、まあとりあえずこのバトルパートではちょっとダメでしたね。激闘編では倒せなかった。まあ次っすね、頑張りましょう。なんだ、時は来た。これより四天魔王の力を解放する。我が名は絶望のゼロ。はい、というわけでゼロ、ゼロ行きましょう。まあ全員倒すんで一緒っす、関係ないっす。お、スマッシュ、いいね、スマッシュ。デパイ、いやあれスマッシュの下にヒットがあるんですよ。しょ、いれ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 いけ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 、こい、くはぁ、惜しい惜しい。まあロング SP なんで結構楽しめますね、やっぱり。いや、いい、これ先読み合わる、いったかもしれない、これ。これテンパいった、テンパった時点で確定です。あー、オッケーオッケー、これテンパったら確定なんで、これ確定です。ピキーン、オッケーオッケー、ナイス、オッケー、いただきだぜー、カジョーン、オッケー。レイベルトヤクモの涼しい、ちょうどちょっと暑くなかった、暑い、ちょっと空調暑いから、これでちょうどいい。やっぱレイブっすねマジで、いや、あんぱねえよ。あと70回転ですね、合計残ってるんで、まあ、トータルで 75% ループなんで関係ない、最後の方でも鍛えるは変わらん。びっくりした、四天魔王の力を解放する。よし、まあ歌倒します。危ない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 、こいつはめちゃめちゃ強いです。とりあえずバトルで、あとはここを越えられるかやね。ドン、いけ、あー、オッケー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 、最後連打、いけ、頼む、悪くない、減り方、いける、おっしゃ、オッケー。なんかこれ減り方になんか法則みたいなのがあって、連打してテルルルルって残り2までいってテルルルルってなるパターンは弱いんですよ。ちょっと今の結構時間かかるパターンは割と良かった。オッケー、あと2人する、四天魔王あと2人す。さあとりあえず満発ですね、ナイス、ワンダフォー。さあ行きましょう、魔王の力を解放する。わしの名は魔石王わしの名は魔石王、可愛い顔してるんですけどね、めちゃめちゃ強いですよこいつ。今まで戦っていたボスいたじゃないですか、さっきのハードラーとかオーガとか、あいつらってなんで強いかって、要はそのダークブリングっていう、まあ、レイブの対するものがあって、そのまあ能力があるんですよ、ダークブリングにも。そのまあ世の中にダークブリングってめちゃめちゃあるんですけど、そのダークブリングマスターなんで、こいつは今までのダークブリング全部使いますから、めちゃめちゃ強いです。いやー、ただこのラスト20回転に全力注ぐしかないかもしれない。ちょっと上の回転数だけはマジで見ないでくれ。あとちょっとの時に僕は見ます、止まってたら報告します。いやー、緊張する。まあでも先にルシア倒しとくのも悪くはない。がー、他の20回転は告知されないです、当たっても。ただ最終、まあ、データカウンターが止まってたら当たりですね。エンドレス。さあ行きましょう、みんなボタンの色で示唆されるんで、それを見ておいてください。行こう、取れるぞ、 17% ぐらいあったはず。いや、まあ色、青とか緑で終わると弱い。もう1個目の赤とかこの色的にはね、まだ終わってねえ、まだいける、止まるね、止まる、止まってる、多分170、167まで行くはずなんで、エンディングボーナスです、これは。あー、緑ですけどね、あー、やった、マジか、いきます、これだよな、レイブはこれだよな。
64ぐらいまで行ってるはずだったのに。これはすごいな、よく当てた。これエンディングボーナスに行きます。いやーすげえな、悲しいっすよ結構。なんて無責任なんだ。この後エンドレスから抜け出せなくなるっていうね。いやーいいもん見れたなこれ。なかなかやっぱね、あの20回転の122分の1ですからね、こうやっぱたまんないですね。さあ引き続きこやつを倒します。さあヘリカタ注目してください。いけ、これいい悪くない、ダッシュ、オッケー。よし、あとメギドだけですね。よし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 、今の減り方は良かったです。最初の方にブルルルって減らない減り方、まあ今足組んでたんで、はい、それ当たりますわ。まあ倒すか、全滅させます。ライオンキング倒しますわ。いやー頑張れ、よしいいぞ、よし。さあ行きましょう、減り方注目ね。はい、いけー、あーなんとも言えないけどダメかこれ。強いっすねやっぱ。いやーマジか、またちょっと視線をくぐらないとダメっすね。倒す、エンディングボーナス行きましょう。緑、まだ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 、もう一個上がっていくよ。よしよし、もう一個行け、赤まで行け、頼む、止まってろ。あーダメだ、多分このデータカード168か。最終ゲームで当たってない限りは、まだ分からん、最終ゲームで当たってる可能性あるから。そうだよな、やられましたね。てか言っちゃったな、止まってるかどうか、ごめんねみんな、言っちゃいました。15,400発、8連ですね。まあいいんじゃないですか、上等ですね。だ投資が日本なんで、まあ、ちょっと早いけどな、まだスロットはさすがにあかんかな。立ち見してるお客さんも多いと思うんで、まあでも一旦これでやめるか。レイブもだいぶ楽しめたんで、満足中の満足ですね。エンディングボーナスもいけたし、まあ8連戦獲得も多かったんで、まあさちょっと減っちゃって 13,628発ですね、流せたのが。まあまあ上出来かなと。でこっからはちょっと、まあすぐにまた巻かないと思うんですけど、パチスロあくまでちょっと待って、やりたいなというふうに思います。で次の方のためにちょっと通常モード戻しておきます。はい、行きましょう。はい、というわけでとりあえず生紹介の方していきたいなというふうに思います。行きましょう、どこから行きましょう。ハーレスがやばいっすね、これはもう全内でしょう。ハーレス全内てか、この壁際はやっぱり強いっすね。窓マギも点数もサラバンも満遍なく上に積んでます。で、セイヤがすごいね、これセイヤめっちゃ出てんな。で、ルパンが別積みしたりとかですかね。あ、見てください、こういう感じのグラフになるんですよ多分、こう設定って。で、まあ相変わらずいつも強いよ凱旋ということで、凱旋はもう2分1ぐらいはありそうかな。無双すごくないですか、無双めっちゃ黄色くなってる。あ、こっちも、これ何、刑事か、刑事と乙女も良さそうですね。てな感じで、まあ、ジェコもいつも通り盛り上がってすごい、相変わらずすごい店だなっていうふうに思いました。ありがとうございます、後半も頑張ります。成り上がり。はい、というわけで HOTD リベンジ、リベンジというか、まあリロー打つのも良かったんですけど、おー来た、ようやく来た、行きます。まあ
行きます。ここあーもう無理かもしれん俺で。基本的には前もう一回打ったんで説明はあれですけど、まあ、ラッシュさえ入ればアポカリプスラッシュでワンチャンスで、多分この台設定差のあるボーナス2回引けてるんですよね。1900回回ってで渦島スタートさせたらもうほぼ、あとはボーナスどれだけ引けるかですけど、いただきます。で今よりクが上がってるんで、ここでレア君、まあ強チャンス目が一番 ART につながるんで行きたいところではある。エスケープフロムザデッドを目指す、行きましたね。おっと、いよお強チェリーですよ、いいぞ。さあエスケープフロムザデッド、一応強チェリーが彫刻期待度が 25% で ART の期待度は多分 10% ぐらいかな、合格で 25% です。うわーごめんなさい、3枚もらえた。上赤くなってますね。これなんかありそうじゃねえ、なんかこれ行ったらかなりいいですよ。おお、ボーナスでしたね。あれじゃあ3枚払いですよ、スイカじゃないのか、どうチャンスがなったのか、レギュラーですね。あ、ART はないのか、ってことはフェイク船長だったのかな。まあ行きましょう。レギュラーはベルを引かなきゃ OK ですね。ダメで、ヤツライフをゼロに下げれば OK、 残念ですねまあ一応今から合格なんで。さあ赤文字、え、あんのこれ、青ですけどあんのかな。いや、バスやめて。あこれどうだったっけ、一番下だったっけ、2番目ぐらいか。あ、赤台ですよ、あんじゃないですかこれ、ワンチャン、え、行ったこれ。さあ行きましょう、行きます、頼む、濡れる、がっ、よっマジか、バカ重たい ART 持ってきましたよ。 OK、 これでオールデンズアタック、よし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 。でここからはアポカリプスラッシュやね。で初回は結構いいやつ、いいやつか、保証が多分長いと思う。さあ行きましょう、アポカリプスラッシュ。はい、これ気持ちいいっすよね、シングル、この間がいい、ブルルルの、いいよ、おーダブル、さあ20、いいよ。いやー前は確かね、マジで全然乗んなかったんですよ、なんでここでぶっ壊したいっすね。いいよ、えぐいやつ来い、えぐいやつ、やばい気持ちいい、ダブル終わった、90、なんか微妙というか足りないっすね。まあまあまあいいです、行きましょう。でこっからもうなんか確か状態がなんか大事で、状態上がってる時だとなんか割とそのストーリー的なやつ、なんかバトルみたいなやつに行ってくれる。だから状態低いと強者集めにいてもなんかあんま行かなかったっていうのが前打った時の僕の感想でした。何もない何もない、そうそうダメだな。さあジャックチャンス目、頼む、なんか当たれ、なんもねえ容赦ねえ。119枚、はい、まあ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 、ぼちぼちですね。あでも2番目かさっきのやつと一緒か、あきついか、いきます、うえー、いった、
っちゃするよ。これさっきの ART ガン伸ばししてたらここも伸びてた。いやいやー、まあたられはしょうがねえな。マジか、よう引いたな、すげえな。 HH もない。せめて H ドロイはさせたいね。 H ドロイは64分の1ぐらい、まあまあ意外となくはない。いやー、ダブル欲しい、ダブルダブルダブル、おい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 、 HH、 よーしゃー、いけー、でけー、いいぞ。うわー、終わったー。まあ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 、これは全然上出来です。170ゲーム、よっしゃよっしゃ、頑張ったぞ。いやー、カレーなー、マジで駆け抜け273枚。めちゃめちゃ苦労する ART2 を2発も引いて全駆け抜けやからな。まあしっかりボーナス絡めていってっていう感じなんですけどね。さあ分かってんすけどね。追加どうし、まあ多分400枚500枚ぐらいで出たんですけど飲まれましたね。3枚目入れるか、3枚目入れます。339ゲーム、寝押しできんやつ最後。おー、ここで来るのか。これでこの台多分3回目ですね。1760ゲームで3回目かな。今日はもうこれもうあれやわ、もうマジで家帰ったら HOTD の同人誌で抜く。4枚目、いやゆきっち後ろにしてやろう、下にしてやります。やばい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 、これいっちゃういっちゃう、これあのめきがなくなっちゃってるから、これ5段がもうやばいですよ。おお、すごい、目がギンギンになってますわ。目がギンギンな。おお、さあ、すべてかな。かわいいよっ。とりあえず化けは蹴った。赤赤赤、あれボーナスがないだと。あれでもボーナスないってことは、これパンデミックアイってこと、あれなんかあって、めっちゃ強いやろこれ多分。いったこれ、これいったろこれ、これさすがに来ました。これアポカリできます、アポカリスウェットいけるかもしれない。これよし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 、いやマジ外れたらマジ泣えるから、マジ泣くから。いやもう 目開いとったからギンギンだったんで、完全にレッドブル飲んだ後。いや分からん、でももしかしたら目開いた時点でボーナスは ART 確定っていうあれがあるかもしれん。ちょっと僕は調べてないだけで。いやマジでマジで赤文字、よしこれは大丈夫じゃないか。よっしゃよっしゃよし、あら、いやいや、ない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 、絶対嘘。赤で赤文字で赤がっといんやったし、ちょっと、きっつー、 あかんかもしれん俺。うわーマジか、ボーナスなんかマジでどうでもいい。うわ当たんのかい、ボーナス当たんのかい。チャンスを持ってくるしかねえよマジで。どっちも選手ましたね、ボーナスと、ART 同調戦。よし
行きましょう。オールデッツアタック行ってこい。よし、まずここでぶっ壊すしかないんで、もう知らんぞ、マジで後悔させてやる。磯丸を本気にさせたら、とりあえず目標言っていいですか。下空パンパン、よし行くぞ。よし、アポカリプスレバーオン、 HHHH ツーライスからやばいって頼む。うわどうや俺、そうげんな。まあでも最初の方よ、レギュラーの要求があったんで80ゲームありますね。もうこれとこれがおかしいやろ。もう何やねんこのジェット。いやー愚痴ってもしょうがないけどな、もう引き側もゴミすぎる本当に。俺ぐらいの引きの人にはもうね、いやー100枚しか出んねや、100枚でか80枚しか出んねやったらもう80枚しか入らんようにしてほしいわ。4万入ったよ。ああいった。まあ でもこれ強チェリーでも25万だからしたね。ラクやったらやばい。うわー乗った。めっちゃ薄いと思います。これ俺さっき調べてたんですよ。生き物石ステージ中の上乗せ確率 0.8% で 50% で50ゲーム、 50% で100ゲームの 50% を取りました。拗ねてたら100乗りました。頑張れそうです。行きましょう。やっちゃそれか。さあ発展頼む。ボーナス行ったらこれダメかな。レア追加か。一応弱チャンス目でも 10% ぐらいあるはずなんですね。で行きます。いやーダメかー。よっしゃ、何これ濡れたやん。この台濡れることないと思ってたんですけど、これびっくりマークになってるんですね。今知りましたわ。濡れる、オッケー。え何復活パターンのことでいいですよね。ボーナスですよね。そっちか、なるほど。しかもこれ殲滅は多分 40% ぐらいから来たいの。リプレイとかで当選の抽選、アポカリラッシュのもう心理でやるしかないんで頑張ります。取れるぞ。レークレーク行こう。チャンスレークレークレーク大丈夫。レークレーク取れる取れる。アポカリアポカリアポカリ取れるぞ。青くなった。取れるぞ俺、頑張れ頑張れ俺。当たる当たる当たる、いけるぞ。いけいけ、よしよし頑張ろう。いきます。とりあえず ART 中に初のアポカリ49ゲーム残りでいきましょう。10はマジ許さん、10はマジ許さんから最後。さあ20いいよ、いいよ。やっべこれ、いやーもうマジ30なんだもんな。あでも夜行った夜行った夜行った、いいぞいいぞいいぞ。これはマジレア役で背中押すだけでいける。頼む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 、落ちる前にレア役。いいよ、ダメ出しいいよ、ダメ出しいいよ。くそ、うわいける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 、どうしよし、よしよし強チェリー、これは確定やろ。なんか 100% って気にするんだけどな、違ったから。こら横ちっちゃいがもうすんげえな、おいこんな愛情のある肉じゃが。これどっちにアングル負けてんの、父やんな。まあごちそうさまですわ。あ出たパースショットよ。えぐいやつだぞ。これ谷間抜けていくわ、これ谷間を。
これダメってこと。ああ一応発展した。谷間抜けるやつはなかったっすね。やべ、あ外れ。ボーナスじゃない。はい、よし、ボーナスじゃないか。これでバトルかな。かわいいですね。ファロー行きましょう。エアポート。え、これめっちゃ熱くない？多分これめちゃめちゃ熱いやつですよ。これ最初ゲームで攻撃以外が激熱。まあでも期待度多分一番高いやつ、あ一番あるのはストーリーですけど、かなり高いやつと思うんで頑張ります。頼むぞ。で多分振り分けもアポカリプスラッシュのなんか普通のやつ以外が選ばれる可能性あるっぽい。ちょっと今パッと見ただけだからあれだけど、頼むぞ。早く行きたい。よし、これはもう ほぼほぼもらったやろ。こんなもんボーナスでもいいぞ。これさねえか。いけ。最初ゲーム攻撃以外でチャンスみたいな書いてあったんですけど、行きます。最終攻撃、攻撃だから普通なのかな。いけ。よし、とりあえず行きましたね。残り63で暴狩りですかね。行きます。いいやつ来い。いいやつはないのか。さあダブル弱10。いいぞ。この6択マジで、回避した回避した。何や、いきます。え、これでも回避できんの。攻めかけないのかな。見たことないよな。よし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 、ボーナスいけ。20。よう分からんけど頑張ってますね。いいぞ。いやダブル、トリプルいこう。トリプル、トリプル、やばい。絶対これで見てもらうのかな。140ゲーム、まあまあ結構乗りましたね。 OK。 残り、あーあれがステージ落ちんのか。残り201まで帰ってきました。よしよしよし、200まで出てます。よし大丈夫、いつもの俺の引きでいこう。それはもうやばい、無理やって表から100ゲーム乗って成り上がりチャンスもらえたんでね。あーもうやるしかないっすよ。563枚ですね。ノーボーナス380ゲーム。まあ望み通り下皿はある程度パンパンになったんで満足かな。成り上がり、お疲れ様です。いつもです。というわけで今そこのねレイディキャップさんで実戦終わりまして、まあちょっとね HOTD がね形にならなかったからね、多分もっと面白いはずなんですよ本来は。やっぱり横の方もあのエンディング行ったっつってたんですけど、やっぱバース、あバースじゃないかな、スーパーで行ったっつってたかな。スーパー一発ぶち込んだりとかバースト一発ぶち込んだりとか、僕も聞いたことないんでわかんないですけど、まあブス島とか入れれたら、まあエンディングまではやっぱりリミット突破率っていうのが半端じゃないらしいんで、いけたのかなっていうふうに思うんですけど、僕はちょっと初当たりはまあぼちぼち取れたんですけど中盤しんどかったですけど、ちょっと伸ばしきれなかったっていうところがちょっと、まあ ART 中も結構やっぱりその引きがやっぱ大事になってくるんで、ちょっとねそれがね引けなかったのが、まあまあでもその結果的にパスなんですよ。安心してください皆さん、勝ったんで。あのレイブの1万3000ちょっとあったんですよね。え、そうやね、1万3000発ぐらいあったんで、あれの分で相当浮いたんで全然プラスで終われてよかったかなというふうに、思います。俺はねレイブはねマジで神代だと俺思ってる。演出バランスも最高やし、暑いとこ暑いし寒いとこ寒いし、と面白いな。みんなもぜひ機会があれば打ってみてほしいと思います。だっていやこの話出すと止まらんけど、
って、でもまあ北斗武装と比べてみます。一回、まあ、319で当たる両方一緒じゃないですか。突入レイブ出して 55% なんですよ。で無双何本 50% ぐらい、まあ 55% 前、そこは一緒だとするじゃないですか。で右打ち中無双は2400発 50% で取れるんですよね。 50% やね、あれで。もう残りが4ラウンド、まあそれ足して2で割ったら、要は2400足す、まあ、600発として3000発を1500発じゃないですか。1回の当たりの期待値っていうのはレイブ2000発やろ、えぐーつもうすごいでしょ、すごいと思うんすよ。まあ3回80発ですけどね、無双は。てかまあいろいろ帳尻合わせて結構ギリギリ攻めたスペックかなというふうに、まあそんなことはまあどうでもいいんですけど、まあよかった皆さんもね打ってみて、あこういうことがあって、これが面白い、あのラッキーパスの熱くなるところとかね、もうちょっと試してもらいたいなという思います。もうそんな感じで最後コメント返したっけしますか。チャンネルチェキさんから、4万負けた風俗何回行けたんやと。あまあまあそういう発想は良くないですよ。だから風俗行けて3回ですよこれ多分4万だったらピンサロとかやったらあれですけど、あと新栄にある、あの名古屋にあるタッチで55やったら、まあ8回ぐらい、いや違う、4の掛け4で16回行けましたね。すごいっすね。で風俗換算は良くないっすよこれ、もっと多分お金の使い道あると思う。次、ゆきのぶさんから、依存症はまずい、遊びの範囲内で、遊びでやってんじゃないんだよと、どっちやねんとね。はい、なるほどね。まあでも確かに僕もね、遊びの範囲でっていう、まあパチスローとか遊戯だからとかそういう話ありますけど、あのぶっちゃけあの本当これね僕思うんですけど、人生の大半で何に使うかって、お金を稼ぐために使うじゃないですか。まあ利根川しかりですけど、あのその人生の大半を使って稼いだお金を入れるわけですか。命の次に大事なわけですよ。ね、それ遊びじゃないっすよ、もうそれは。遊びじゃない、遊びだけど。はい。というわけで、よかったら皆さんも、レイブ、HODD、打ってみてください。リーロも、打ってみてください。ありがとうございました。はい、というわけでここまで動画見てくださってありがとうございました。ただ動画を閉じるだけじゃなく、グッドボタンとチャンネル登録ボタンも押してもらえると、すごく嬉しいので、よかったら押してみてください。ありがとうございました。そう、流れ変わってるんですよ。この間まで 3,40 万負け取ったんですけど、おー、人人